こんにちは、モルブです。今回はモルモットが加入しているペット保険についてお話をしたいと思います。よかったら最後まで聞いていてください。ホレオくんもユリくんもペットショップでお迎えした子なんですけど、その時にねペット保険を提案されて、オレオくんの方はねそんなに必要あるかなと思って加入しなかったんです。後から加入できる保険も少ないけどあるっていう風に聞いたので、なのでねもし必要だなと思ったらそっちで加入してみようかなと思ってオレオくんの方は加入してないんです。で、結構医療の負担って大きかったなって思ったんですね。この間亡くなったチェックは悪性リンパ腫で亡くなってしまったんですけど、精神的にすごく負担が大きかったんです、飼い主として。で、そう思った時にペット保険に加入しているともしかしたらちょっと経済的な負担だったりとか精神的な負担も少しねそれで和らぐことができるんじゃないかなと思って今回は加入してみることにしました。というのもモルモットって結構比較的病気が多い動物と言われているそうなんです。で、例えばねモルモットで一番多い病気が不正光合、あとは皮膚疾患、その病気にかかりやすいというふうに言われているので、対策とか経済的負担を考えて加入するっていうことも一つ手としていいかなと思います。今回ねご紹介する保険がこちらなんですけど、アニコム損保のペット保険、動物健保ハッピー、こちらに我が家は加入しています。で、これはペットショップの方でまず提案されるんですね。こういうペット保険ありますけどどうですかって。で、この保険まず対象なんですけど、ここに書いてあるんですが、お店でペットショップでお迎えしたミニマルさん、まあ、ミニマルさんってここで言う小動物、鳥、爬虫類のことを指してるんですけど、お迎えになる日までにお申し込みいただける特別な商品です。お迎えになった後ではお申し込みいただけませんということで、ペットショップのところで提案してもらって、で、その時にお迎えする前に加入しないと対象にならない保険なんですね。で、対象年齢も決まっていて0歳から1歳11ヶ月までっていう風に決まっています。だいたいこのアニコムっていう保険はいろんなペットショップで取り扱っている有名な保険なので、なのでこちらをね今回は紹介させてもらいたいなと思ってます。あることで何がいいかというと、そのペットちゃんのカードがもらえるんです、発行されます。で、そのカードで動物病院に持っていけば簡単に便利に利用することができます。もう一つに動物健活、これは何かっていうと、これモルモットは対象外なんですが、腸内健康年齢っていうのがあって、腸内フローラのバランスから腸内の年齢を推測することができるんですね。お家でうんちを取って郵送するだけで調べることができます。で、3つ目が迷子捜索サポート、こちらはペット専門の探偵が駆けつけてくれる無料のサービスなんだそうです。そんなのあるんですね、すごいちょっとびっくりしました。3日間の捜索費用を出張料金、これを無料で、駆けつけてもらえるんだそうです。あとは健康相談ですね、迎え入れた後の不安や健康相談、しつけなどお気軽に、ご相談いただけますと書いてます。例えば LINE で相談とか写真とか動画を送って獣医さん、100人以上いる獣医さんに診断することはできないんですけど相談することはできるんだそうです。ちょっとその辺のね区別というか、相談と診断の区別ってどこまでなのかっていうのはわからないんですけど、でちょっとした心配事とか一回その LINE の方で相談してみてから動物病院に行くっていうこともできるみたいです。 LINE かインターネット、どちらかで相談することができるそうです。これだけ見ても結構お得なことはあるなって思いますよね。これ作ったばっかりだとまだ保険証が届いてないので、その場合は窓口の方では一旦全部支払って、その後直接このアニコム損保の方に請求するとお金が戻ってくるっていう形になってるそうです。で、保険証が届いた時点で人間の保険のように使うことができます。本当にだから簡単ですよね。提示すればその場で何割負担っていう風にしてくれるので、
カードが届いた時点で面倒な手続きとかはしなくてよくなります。例えばこのペット保険が使えない病院の窓口の場合なんですけど、その場合も一時的に全額負担した後にこのアニコムさんの方に請求をすればお金が返ってくる、そういう風なシステムになってます。もしね、動物病院で使えませんっていう風に言われちゃっても安心なシステムになってるわけです。すごいいいシステムなんですけど、これをね、保険金を支払いできない場合があります。それは何かっていうと、一つ目が先天性の病気、これには使用できないみたいです。引き渡す前に患っていた怪我とか病気、これに関してペット保険は使用できないそうです。2番目、こちらは妊娠出産に関わる費用、これは例えば流産してしまったり、あとは早産だったり、出産に関わる全ての費用ですね、これは対象外になっているそうです。で、3番目、保険制度の運営上怪我病気に当たらないもの、例えば去勢手術、避妊手術、あとは爪切りとか耳掃除ですね、こういったものは適用されません。そして4番目、ワクチン等の予防接種により予防できる病気、多分モルモットちゃんはこれにあんまり当てはまらないかなと思います。まず予防接種っていうこと自体をあんまりやらないかなって思うので、なので当てはまらないかなとは思います。6番目、検査、代替医療、健康診断費用、あとは中国医学、酸素療法、理学療法、リハビリテーションとかですね、そういったものはこれは入らないみたいです。で、7番目、健康食品、医薬部外品、例えば持ち帰りのシャンプー、イヤークリーナー、動物病院で処方される療法食、こういったものは対象にならないんだそうです。で、8番目、医療付帯費用、これはペットホテルまたは預かり費、安楽死だったり遺体処置、こういったものには使えないんだそうです。9番目、被保険者契約者により故意または重大な過失、被保険者の自殺行為、犯罪行為、または逃走行為が原因で生じた怪我、病気、これは対象外です。10番目、自然災害によるもの、地震、噴火、またはこれらによる津波が原因で生じた怪我や病気。11番はその他、これは契約が解除された後だったとか、あとは保険料が支払われていなかったとか、そういうことですね。これがその他に当てはまるそうです。今のが保険の主な内容というか、保険のどういうふうに適用されるのかっていう内容だったんですけど、次にね、じゃあこれに加入しましょうってなったらどういったプランがあるのかっていうのをお話ししたいと思います。で、選べるのは2つのプランでした。1つがハッピー 70% プラン、そしてもう1つがハッピー 50% プラン、この2種類が選べました。で、ハッピー 70% プランから説明すると、通院1日あたり1万4000円まで、年間20日まで、入院1日あたり1万4000円まで、年間20日まで、手術1回あたり14万円まで、年間2回まで、これが負担されます。で、ハッピー 50% プラン、こちらは通院1日あたり1万円まで、年間20日まで、入院1日あたり1万円まで、年間20日まで、手術1回あたり10万円まで、年間2回まで、こちらが対象になります。で、この2つのプランはお迎えから1年間保証してくれるプランになっています。で、さらにね、オプションみたいな感じでプラスできる賠償責任特約っていうものがあります。で、これは何かっていうと、1つの事故につき支払い限度1000万円まで保証してくれるっていう、他人に身体障害や器物損壊の被害を加え法律上の損害賠償責任が生じた場合にこの制度が使えます。で、この追加の料金なんですが、月払いだと140円、年払いだと1500円がかかってきます。で、ハッピー 70% プラン、ハッピー 50% のそれぞれのお値段なんですが、モルモットの部分だけ読みますね。 70% の方だと年払い 22,390 円、月払いだと2050円で、
50% プランの方だと16,420円、月払いの方だと1,510円で、我が家なんですけど 70% と 50% どっちを選んだかっていうと 50% プランの方にしました。その特約、ペット賠償責任特約を含まない料金なので、全額が 14,920円、これをですね払うことになってます。帰宅後なんですけど、7日以内に今度はウェブか郵送でペットちゃんの名前が決まったら、お名前をそのアニコムの方に連絡するっていう形ですね。で、それが終わったら、終わったらなんですけど、今度は2週間から3週間後ですね、命名の手続きが完了して書類が届きます。はい、こんな感じの封筒が届きます。めっちゃ可愛い。ペットショップの時に撮ってもらった写真なんですけど、写真に入れてもらいました。で、この写真はね、別の写真にすることももちろんできるし、ペットショップの方でお願いしても違う写真を撮ってもらったりすることもできたんですけど、ちょうどこのね写真が可愛かったので、これを採用することにしました。ね、なんかこれだけでも本当にしっかりしたカードだし、作る価値があるなと思いますよね。はい、という感じでこれが、全てのその保険の加入の流れになってます。どうでしょうか、こんな感じで説明させてもらったんですけど、これからねお迎えしようと考えている方、ペット保険って本当に必要なのかなって思う方もきっといるかなと思うんですけど、身体的な負担を考えたりとかすると加入するのも一つの手かなと思うので、ぜひこの動画で少しでも参考にしてもらえたらなと思っています。はい、というわけで本日もご覧いただきありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録、そしてインスタグラムもやってるので、そちらもぜひよかったらご覧になってください。それではバイバーイ。